って取り返してみせるよ。雨上がり虹がかかった空みたいな君の笑みを、例えばその代償に伊藤こだまです。今回はオフィシャルヒゲダンディズムさんのイエスタデーを叩いてみました。この曲は何といっても裏打ちですね。これができないとできない曲なんですけども、まあこれでいい練習曲になったらなとは思います。ゆっくりな曲で裏打ちの練習ができる曲もあるんですけど、流行ってるのでやってみました。
はい、まずですね A メロから解説していきます。 A メロは基本キックだけですね。キックをどん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 やって、どこで止める、どこから入るっていうのを覚えてしまえばすぐできると思います。問題は B メロからですかね。 B メロめちゃめちゃ簡単にしました。本当はキックがもうちょっと変なところに入ったりするビートなんですけど、それをドンドンタンドンドンタンにしました。これでいけるはずです。これは簡単です。こんな感じですね。どんどんタンどんどんタンやって、タカ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 ジャーンみたいな感じでサビに入ります。問題のサビですね。サビは裏打ちで、しかもオープンハイハットを使ってるんですね。基本裏打ちって、まあ締めてても裏打ちなんですけど、この差です。ツッタツッタツッタツッの差がオープンとクローズの差なんですけど、これがまあ覚えてしまえば簡単っちゃ簡単なんですけど、最初は左足ですね、すねが痛いとかなったりするかもしれません。ちょっと無理してこのずっと練習するんじゃなくて、ちょっと痛くなったら休む、ちょっと痛くなったら休むを繰り返して練習するといいです。最初はクローズの方から、クローズで裏打ちを始めて、あできてきたなってなったら、あとはこの左足を開ける閉める、開ける閉めるを練習することになります。で、この裏打ちができたらシンバルとかフィルとかを入れるんですけど、またシンバル入れると、うわ頭どっち裏どっちみたいになるんで、練習してみてください。最初はビートができたらシンバルを玉に入れる、でできたらフィルを入れてシンバルを入れるっていうのをやって、戻ってこれたら大丈夫です。で、裏打ちって1234、1234って叩くんですけど、この裏だけ叩くのって結構難しいんですよ。これを維持するのが結構難しいので、実際には本当は1212ってこの1の部分もドラマは結構取って叩いてます。もちろんこれだけでできる人もというか、体で取ってできなくはないんですけどね。最初は難しいんで、これでやっても全然構いません。慣れてきたら頭も取るんだぞっていう風に認識しておいてください。ちょっとやってみます。こんな感じですね。小さくこうアップストロークの時に叩く、叩かなくても、まあ、取ってれば大丈夫です。これはもうやっとくと後でめちゃめちゃ役に立つので、まあそうなんだなって思って、最初はもう叩けばいいです。とりあえずは裏打ちの練習でわーって裏打ちを練習して、できるようになったら、形になったら曲に合わせてやっていけば曲できると思います。まあ曲できたら楽しいっていうところからまず始めたらいいと思います。楽しい曲で練習曲っていう風に一曲一曲覚えていたら、そのうちパターンは身についてくると思うので、頑張ってイエサでチャレンジしてみてください。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。パタツライフミュージックスクールでは、ドラム以外にも弦楽器、管楽器、またタンバリン、タップダンスなど何でも揃っております。何か習いたいなとあったら無料体験レッスンを行ってますので、ぜひホームページをチェックしてください。じゃあね。